南極横断山脈南極横断山脈とは南極大陸に存在する山脈。南極横断山地トランスアンタークティック山脈とも言う。ビクトリアランドのアデア岬よりコーツランドまでを貫いており、この山脈によって東南極と西南極は分かれている。最高峰はカークパトリック山の4528メートル。 ビアドモア氷河の空撮写真、ハレット・ミサキより望むアドミラルティ山脈のハーシェルさん、南極横断山脈のマクマード・ドライバレーにある、リュクセル湖を追うブルーアイスこの山脈の名称は、ロス海からウェッデル海まで貫いており、南極大陸を横断していることから付けられている。全長は 3500km で、地球上で最も長い山脈の一つである。また、 幅は1 0 0トルから3 0 0トルほどである。この山脈の東半球側には、東南極が、西半球側には、西南極、ロスタナ氷、フィルヒナーロンネタナ氷が存在する。一部の山頂や谷は、氷で覆われていないが、それ以外は軒並み氷に覆われている。また、この山脈は、南極に3つある山脈の1つで、残りの2つは、 東南極山脈と西南極山が脈である。ペンギンやアザラシ、海鳥とがビクトリアランドのロス海の海岸線上に生息しており、地衣類、藻類、菌類が内陸部に生息している。この山脈が初めて歴史に登場するのは1841年、ジェームズ・クラークロスがロス海を発見した時である。そしてこの山脈は、 ロス海と南極大陸とを分けている境であることが判明した。南極点が人類未踏だった1908年、アーネスト・シャクルト日光はビアードモア氷河からこの山脈を横断した。ロバート・スコットが1911年にシャクルトンと同じビアードモア氷河を通り、同時期にロアールアムーンセンはアクセルハイバーグ氷河を通っていた。 1940年代から1950年代にかけてハイジャンプ作戦のような南極の調査が行われ国際地球観測年には空中写真を用いて南極全土の地形調査がなされたアメリカ合衆国の南極地名委員会によって1962年にこの山脈の名前が命名されこの名称は世界中で広く支持を受けそのまま 南極横断山脈となった。マクマード基地とアムンゼンスコット基地を結ぶマクマード、南極天道路計画でこの山脈を超える地点として、クイーンモードランドに所在するレベレッツ氷河が挙げられている。この山脈はもともと火山活動が活発であった地域と考えられている。西南極断層を根拠として6500万年。 前の新生代からこの地の流起が始まったとされている。また、この山脈の基板岩の花崗岩、変魔岩が深い部分の地層に堆積している。他にも、シルルキからジュラキにかけて砂岩や石炭が堆積した。また、岩脈や岩礁もジュラキあたりの地層に見られる。そして、この地層からは多くの化石が取れるのである。ランドサットから見た。 バード氷河ティール山脈。ありがとうございます。